パステルカラーに染めてくれの、解説をしていきます。これもリクエストいただきました、ありがとうございますということで、でまずイントロもう早速いきますんで、まあ、音的にはちょっとマジックの曲にしては歪んでる方なんかな、なのでちょっと、原因オーバードライブの原因をいつもよりちょっと強めぐらいかな。こんな感じのサウンドになってますが、そういうことでまずイントロがちょっとねピッキングがちょっと難しいかもしれませんが、まず4弦の0、5弦の0、2でまた4弦0で今度5弦の0、2、0ですけど、これまず4弦をアップから入るとオルタネイトでいくとアップから入って、5弦がダウンアップで今度4弦が、ダウンで入ります。ほんで5弦が0、2、0がアップからほんで今度次の4弦がまた今度はアップダウンから入る。でオルタネイトでずっと行くっていうよりは最初の4弦をまあアップで入ったら次ダウンで入るでまた今度はアップで入るみたいにこう考えながら。その方がやりやすいと思います。僕の場合はダウンから入ってる、今やってみたらまあいつも自然にやってるんでよくわからないです。今見たら僕はダウンから入って次2回目のここ最初ダウンで入ってでこの次の4弦0はアップで入ってます。っていう感じで自分で考えながらやっていくといいと思います。で、A メロコード進行的には D で次が、ベースは C シャープでギターは多分 F シャープマイナーか F シャープ7やと思います。F でもいいんだな。で B マイナー、 G、 A7。 これを2回やります。で B メロが F シャープマイナーで B マイナーで次にまあ E マイナーを押さえてでやるのは難しいんで E マイナーの省略コード、1弦7、2弦8、3弦9で3弦だけ8に E マイナーメジャー7で Em7 をそのまま弾いてもいいし、このまま、3弦を7に行ってもどちらでもいいです。これで A7 タラッタッタッタッって言って C メロサビが D
パッ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 捨てるからに。で、F シャープ7。B マイナー。で、D のところで、こういうのが入ります。こういう感じですね。これがまああの3弦1110で3弦11で1弦10、あとは3弦が91弦93弦71弦73弦51弦5、これで G、まあ、省略コードで G マイナー、 Dベースだけ5弦の432といって、で2のところでまあ B マイナーを弾くか、こういってもいいです。で E7、まあ、このコードで一応書いといたけど、あのローコードの E7 でもいいです。で A7、 ローコードの A7 でもハイコードの A7 でも、まあ、こっちの方がええね。ハイコード次のフレーズがっていうのが入るんで、こっちの方がいいです。6弦ルートの A7。それで、チャラチャチャ。これ、1弦を、A7 のナインスノートやね。7フレットを押さえて離す。っていう感じ。で、また、パン。まで行ったら今度ベースが5弦の5320といきます。で GG マイナーで D で今度5弦の3をで B マイナー E7 で最後 C ですけど、こうパワーコードで鳴らしてもいいんですけど、単音で5弦の3で1回目は、こういう感じで、ちょっと難しいけど、またこのイントロのやつをやって、それで最後の小節が4弦の0を弾いて、でパワーコードで F シャープ GG シャープ、A と言って D に戻ります。これもね、難しいんで、この最後の、これはもうちょっとアップでいった方がいいな。これで今度ギターソロに、これをもう一回しやって、今度ギターソロの前にこの、サビが終わって E7 で、C、 この C の単音がいったらもう一回 D を、でソロに入る前にベースの5弦の5320、こっからソロに入ります。もう一回弾いといた方がいいかな。まあ順番にではギターソロをやってみます。まずここへね。まず1弦2弦の6スライドして、これで3弦の8をチョーキングして、また1弦2弦の6で、今度3弦を8チョーキングしダウンして、6から7へハンマリング、ハンマリングじゃないな、でいって3弦8をチョーキングしてダウンして68やね、
でその次に6から7へハンマリングして4弦8で68、4弦の68で次が3弦の8、9ハンマリングで1弦、2弦の8で3弦、10をチョーキングして1弦、2弦、8を2回2回目の8のところを2回弾く感じやね。こういう感じやな。でもう1回で3弦の194フレットあたりから5へ、スライド1弦2弦で、1回弾いてもう1回次に4、5、でもう1回弾きます。でもう1回で2回やって最後5、8、これを入れて1弦2弦の10次のフレーズがこの、まあ、1弦2弦の10で1弦が13、12、10のプリングで2弦の13、12、10のプリング3弦が12、10で、4弦12、5弦12、3弦10で12こういう感じです。で次が3弦6から7へハンマリングして1弦2弦の6を2回でまた3弦6で1弦2弦の6で今度、2弦の13チョーキング1弦13で2弦の13チョーキングで下ろして弾いて11こういう感じだね。で次が、2弦の63弦の5をチョーキングしてダウンして3、5で4弦53弦3、5もう一回チョーキングして3、5へチョーキングしてダウンして3、54弦5まあそれで最後がちょっと難しいと思います。まずこの6弦5を3回で5から7へスライド5弦の5でここで575とハンマリングプリングで次に57プリングで6弦7でまた575ハンマリングプリングでこういう感じで今度は5弦の7から9へスライドしてこういうフレーズで、5弦7から9へスライドして4弦7で5弦9で4弦の779で次が
これが3弦の9、7、プリングで4弦9。で、3弦7、9、7、ハンマリングプリング。で、次が、3弦の 11S、9から 11 へスライドして、2弦10。で、3弦10で、3弦11で、2弦の10から12へハンマリングやねん。最後が、2弦の15、1弦14、15、16、で17で終わり。もう一回ゆっくりいきます。Yes.